あ、これジャクソンに通った。押し込んだ横浜、なんか合わせようというプレーでした。前を走っている赤穂、まあ、ここはリバウンド争い。赤穂、まあ、後半まだ時間ありますんでね、積極的にいってほしいですね。赤穂一人かわす、狙いしましたスリー、ね、あの横浜頑張りましたね、ディフェンスね。そうですね、はい、そして赤穂からチャールズ・ジャクソン、エンドワン。これはギデンスです。あーね、ブロック狙ってはいるんですけど、はい、周りにしかパスを供給しながら動きを作、ね、った状態でこういったカッティングなんかがね、ディフェンス帰ってきた。なかなか見てないですよ今シーズン。あと味方同士当たって、今のは今日は三河オフェンスリバウンドまだここまでゼロです。おエンドワン、川村から6番の赤穂、自ら行く、自由はありません。から、あ、決まらない。そして川村、赤穂、アンドワン。自分らのコート上5人です。河村が前から行きます、八村に流しますが、カノバー、そして河村へ、これはイージーバスケット。なんだこと、河村置き去りにして、おーっとリフレクション、赤穂のライトシール。さあチャールズ・ジャクソン、赤穂、赤穂の不良さ、まず弾いたところ、赤穂です。互いにリーグで高いリバウンドを取っています。おお、ここは後ろから中村手をかけます。赤穂対笹山、ここはサイズを生かした赤穂。それでもまだ14点のリードが横浜です。赤穂、ここはピックアンドロールからのオリバー。こちらも赤穂戦、あ、テーブスが激しく追っています。コーナーでは赤穂、ジャクソンに入れようというプレー。強い、こんなステップを見せました。やり返しましたね。さあターンオーバーからアウトナンバーキングカイ、狙わなくちゃいけないデッキです、はい、ジャクソン選手4回目ですので、中にはあっと、ここでスティール、このボールを赤穂が抑える、そして決めていく。これコンディションとしては少し痛いというような、ダンク、こじ開けとしています。そして小野寺ブロッキー、赤穂です。ナイスブロックですね、